サン・ジョルジェ城から眺めた修道院サンビセンテ・デ・フォーラ修道院はポルトガル・リスボン・アルファマ地区にある17世紀に建てられた修道院と教会。デ・フォーラとは城壁の外側という意味である。ポルトガル国内で最も重要なマニエリスムの建築物の一つであり、ブラガンサ家のポルトガル王たちの母大寺である。サンビセンテ・デ・フォーラ修道院の原型は1147年に 初代ポルトガル王アホンソ一世により、セアウグスチの修道会のため建てられた修道院に始まる。リスボンを取り巻く城壁の外側に修道院はロマネスク様式で建てられ、中世ポルトガルの重要な修道院であった。12世紀にイスラム勢力下のアルガルベ王国からリスボンをキリスト教軍へもたらしたとされるリスボンの守護聖人整備選定に奉納された。 現在の建物は1580年の多い継承危機の後、ポルトガル王となったスペイン王フェリペ2世の命令で再建されたものである。修道院付属の教会は1582年から1629年にかけて建設された。その間、他の修道院の建物は後回しにされ18世紀になって工事が終了した。教会内の装飾の考案はイタリア人、 イエズスカイシ、フィリッポ・テルチカ、スペイン人、フアンデ・イレーラーであると考えられている。装飾計画は、レオナルド・トゥリアノや、バルタザール・アルバレス、ペドロ・ヌネスティノコ、フアン・ヌネスティノコらによって進められた。教会のファサード教会は総例で、後期ルネサンス様式であるマニエリスムのファサードを持つ。バルタザール・アルバレスによるファサードにはいくつものくぼみが、設けられ、聖人の像が立つ。 美しい祭壇は18世紀のポルトガルにおける最高の彫刻家ジョアキン・マチャド・デ・カストロのバロック様式の仕事である。入り口の内部は18世紀の青と白のタイルで装飾されている。1147年のリスボン包囲戦など修道院の歴史を描いている。部屋の天井の写実的絵画はイタリア人ヴィンチェンツォ・バッカレッリによって描かれた。 ブラガンサケ霊廟ポルトガルにおける信仰問題が溶解すると修道院は1834年にリスボン大司教の宮殿に変わった。数十年後、フェルナンド二世は僧侶らの古い食堂をブラガンサケの王、女王たちの墓所に変え、それまでの教会堂から墓をブラガンサケ霊廟へ移した。自ら建設したエストレラ大聖堂に埋葬されたマリア一世と 1972年にブラジル皇帝としてサンパウロの独立記念碑に改装されたペドロ4世紀の二人を除くブラガンサ家のべての王たちがここに埋葬されている。1908年に共和主義者によって暗殺されたカルロス1世と長男ブラガンサ公、ルイス・フィリペの墓には死者を悼む等身大の像が立っている。ありがとうございます。